ここがオーディション会場だね。このボイスチャレンジャーは全国の声優を夢見る女の子にプロデビューのチャンスを提供しようという声優オーディションの企画なんだよね。そう、まずボイスチャレンジャー CD セットで練習してアテレコの録音テープと履歴書を事務局に送り一次選考があるの、うん、そして最終オーディションに1428通の中から18名が残って今日6名の女の子がヒロイン役に選ばれるのよね。うん、そうです。お、いよいよ審査員の方が入場してきましたね。ドキドキ。うわ、結構大勢の方ですね。びっくりしますね。エントリーナンバー25番岡田純子さんですね、岩手出身。それではどうぞ。岡田純子です。出身は岩手です。趣味はエレクトーンを弾くことが小さい頃からやってたんで好きです。こんにちは、足立太鼓ですねえ、覚えてるかな。友達からからかわれたのが原因であなたといつしか口を聞かなくなっちゃったあの頃のこと口では強がってたけど私本当はすごく寂しかったの。はい、ありがとうございます。役どころが180度逆な、スタイルでしたけれども、はい、演じられてどちらが楽でした？楽なのはやっぱり最初にやったアスカの方。ああ、現在っ子の方が。しないでください。緊張した。ジュウコです。こんな格好してますけど大学生です。続きましてエントリーナンバー103番西口由香さん、和歌山よりお越しです。それではどうぞ。あ、入ってますか。入ってますね。こんにちは、はじめまして。西口由香と申します。私の実家はおもちゃ屋さんを営んでいるので、私のサイン入りセンチメンタルグラフィティが店頭に置けるように皆さんよろしくお願いします。あれ、こんなところで会うなんて久しぶりだね。僕だよ、七瀬優。え、何してるのかって前に言わなかったっけ？旅行が趣味だって。例えばこの今2つやっていただいたところで、はい、どちらの方がやりやすかった自分で？七瀬優です。なるほど。で自己PR一番自信なくて。そうそうです。続きましてエントリーナンバー210、東京都出身岡本麻美さんです。どうぞ。こんにちは、大学4年生の岡本麻美と申します。よろしくお願いします。でこのオーディションもとりあえず受かるか落ちるかは置いといて自分にとってプラスの経験になると思うし自分で絶対プラスにしてみせようと思っているので、気負わずにやりたいと思っています。よろしくお願いします。
き？アスカだよ、星野アスカちゃん。私、ただいま彼氏募集中なんだ。つまんない。そうだ、あなたに責任取ってもらおうかな。エントリーナンバー212番、兵庫県からお越しです、牧島由紀さん、どうぞ。兵庫県から来ました牧島由紀です。最終選考まで残った自分の実力を信じて今日は限界まで頑張ります。よろしくお願いします。お元気ですか？穂坂美雪です。高校3年生にもなると周囲は日々これ受験勉強一色ですけど、あなたの方はどうですか？いや、緊張しすぎてなんかだんだん楽しくなってきました。いや、なんでワクワクしてますよ。声震えちゃうかもしれない。声震えちゃうかもしれないです。エントリーナンバー690番、東京都からお越しの鈴木うららこさんです、どうぞ。鈴木うららこです。変な名前なんですけれども一応本名です。なんか緊張しちゃって自己紹介とか全然考えてきてなくて真っ白なんですけども、こんにちは、元気だった？私の方はまあ相変わらずかな。もちろんバイオリンは続けてるわよ、あれからずっと。腕前だって上がったんだからね。すごい緊張しすぎてこうお腹の中から蛇がうにょんにょんって出てくるような感じです。緊張しました。続きましてエントリーナンバー808番、北海道からお越しです、今野ひろみさん、どうぞ。こんにちは、天然レイボー北海道から来ました。頭の中に宇宙生物が住んでるんじゃないのかって友人だけじゃなくて親にまで言われる今野ひろみです。今日は一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。僕と君は不思議な縁で結ばれてるみたいだから。ほら前にも言ったけど、流星群の夜に出会うなんて神秘的でさえあるもんね。うん、でも実にいい、うまく捉えていたかなっていうような感じがしました。はい、よかったと思います。それでは、オーディション終了いたします。ありがとうございました。これで全員の審査が終わりました。みんなしっかり喋ってたね。うん、頑張ってたよね。自己紹介もさ、個性豊かだったよね。うん、ねえ、うん、あ、この投票箱って何？ああ、これはね、記者やカメラマンの人たちの意見も参考に審査するんだって。あ、審査の集計だよ。難航してるみたいだね。うん。